クーリングここでテレポーフキチャンネル。ウピさ ん、オリンピックのチケット当たったって本当でやんすか。そうだよ、しかも 100m の決勝、オリンピックの花形だぜ。でもこんなとこでやってんのおかしくないにやんすか。あ、そう、あれ、さあ始まりました、東京オリンピック裏競技場、ポケモンによる大体 100m 走決勝です。決勝まで駒を進めたのは次の3匹です。まずは1レーン、エスパータイプ最強の呼び声が高い風鈴。2回進化を重ねてきた成果を決勝でも発揮できるのか。2レーンの毒クラゲはなんと水タイプ、体の水分量は 95%、 炎天下で走ることにためらいはないのか。きちんとアキレス腱のストレッチをしています。触手は少し少ないか。3レーンはマルマイン、初代ポケモンで唯一素早さの種族値が140。じっと動かずにやりと笑うその顔にはすでに王者の余裕が感じられるぞ。この暑さでショートして大爆発なんてことにだけはなってほしくない。以上の3匹が最速を争います。ルールは至って簡単じゃ。ここからだいたい 100m の距離にあるあの木がゴールじゃ。先にあの木に触れた者が優勝じゃよ。やっぱり風鈴が一番走りやすそうでやんすよ。普通にマルマインが一番素早いんだから。マルマインだ。いや、オイラはね、風鈴にかけるでやんすよ。お、始まるみたいな。お、さあ合図が鳴って一斉にスタート。2レーンのドッグフラゲが勢いよく飛び出した。軽快な走りとまではいかないか。水ポケモンじゃからの。そして他の2匹はまだ動かない。おい、ただ1匹しか走ってないぞ。ウフさん、風鈴がなんかするでやんす。おっと、スタート地点で動きがあった模様。風鈴が手を合わせて、おお、これは時空が歪んでいるぞ。出たー、風鈴がここでテレポート。さあ消えた風鈴、ゴール地点まで一気に移動かと思ったが、ん、風鈴現れません。風鈴は一体どこ。あっと、スタート地点の遥か後方に風鈴出現。本人も戸惑っておるの。さあ急いでコースに戻る風鈴だが、前を走るドククラゲとはだいぶ差が。わーっと、ドククラゲ倒れている。日本の夏は暑いからの。おい、やっぱり水ポケモンだから干からびちゃったよ。水泳にゼロでやんすよ。残念ながらドククラゲはここでリタイア。おっと、ドククラゲ起き上がって何かしている。これは雨乞いじゃな。なんとドククラゲ自ら雨を降らせて力を取り戻した。さあ走行しているうちに風鈴が追いついてきたぞ。2匹とも必死に走る。現在だいたい 60m ぐらいか。レースの勝者はこの2匹に絞られたか。ほら、やっぱりオイラが言った通り風鈴速いでやんす。頑張れ風鈴。あー、マルマイン全然ダメじゃん。なんだ、スタート地点ですごい電撃発生。電光石火天地雷鳴、音速ポケモンマルマイン、ついに動き出した。無人発電所出身のマルマインが今発進しました。速い速いぞマルマイン、前との差をあっという間に詰めていく。だが風鈴とドッグクラゲはゴール目前。最初にゴールツリーに触れるのは一体どのポケモンか。ゴール、なんと勝ったのはマルマイン。ポケモン大体 100m 走を制したのはマルマイン。初代ポケモンのトップに立ちました。いやー、すごかったわポケモン大体 100m 走。オイラ感動して泣いちゃったでやんすよ。オリンピックってやっぱいいもんだよな、うん、人間の 100m 走もすごかったでやんすね。いやー、すごかったね。ジェイコブス選手、おめでとうございます。